江本彩氏は東京都出身のファッションモデル、女優。女子小中学生向けファッション誌、ニコラにおいて、荒垣優以前に最も人気の高かったモデル。公式のニックネームは、あやこしいで、市場ではこの愛称がフルネームの代わりに名前として使われていることも多い。荒垣はオーディション時に江本と大寺幸恵に初めて会い、感激したという。また、 荒垣の愛称、ガッキーの名付け親としても知られている。1999年にニコラの第二解読者、モデルオーディションに応募。4238名の応募の中グランプリを獲得し、以後モデルプロダクションに所属して、同志のモデルとして活動。親しみやすい用紙などで圧倒的な人気を得て、小中学生向けの雑誌、ガング CM イベントなどを中心に、 多くの媒体に登場した。榎本彩氏と谷口さやか、前田綾花の3人は、この種の雑誌モデルが小中学生のアイドルと化する、きっかけを作った存在とされる。ニコラでは2002年まで活動し、このうち表紙を飾ったのは2000年5月号、12月号、2001年5月号、6月号、7月号、8月号、11月号、 2002年1月号の合計8回。これは当時の最多記録であり、時点の谷口さやかでも6回にとどまっている。なお、約2年後の2003年9月号で、荒垣が9回目の登場を果たしたことによりこの記録は破られ、また2004年4月号では虎、南ゆかが2005年10月号では、岡本玲が2006年1月号では、 庭未来ボが同様に9回目となるなど、近年では人気のあるモデルを表紙に連続起用する傾向が強い。このほか、大手ジュニア向け服飾メーカーなるミアインターナショナルの主力ファッションブランド、アンジェルブルーのイメージキャラクターとして、青井優、佐藤マナと共に活動し、当時アパレル業界の注目を集めつつあった、ジュニアファッション市場の象徴的存在になった。また、 下着ブランドのワコールジュニアには、幾度かの市場広告を経て2002年度に、イメージガールとして契約している。2002年3月28日、ニコラ東京開放日イベントにおいてニコも、卒業式が行われ、同世代の青い優、長谷光社、篠原耶と共に、同志専属モデルを卒業した。以後は、ファッションモデルとしての活動を縮小し、代わりに、 本人の夢であった女優を目指して映画などへの出演にシフトすることになった。また、森永乳業が森永アロエヨーグルトの反則用に制作したネットムービー、初めての秘密では田中麗奈の妹役を演じている。所属プロダクションはブレンデンだったが、本人と事務所の思惑、見解の相違により2004年12月31日をもって契約を終了した。 ブレンデンは詳しい理由を明らかにせず公式 BBS を閉じてしまったため今後の活動についても不明のままとなっていたが2007年に元に子も仲間で親友の持月ミサの公式ブログにおいて芸能界を引退して別の仕事についているという近況が紹介された。なお具体的なことには触れられず今しかできない素敵な仕事で沖縄から海外に 転勤という点のみが明かされていたが、後に本人がブログにコメントしたところによれば、2007年6月末時点ではモルディブに居留しているという、インドネシア人と結婚し、息子がいる。現在は東村山に在住。現在もあやちゃんと呼ばれている。ほかたすほかたす。ありがとうございます。